はるかちゃん、手をつなぐの恥ずかしいよ。だって、掴んでないと学校休むでしょ。自分の親が離婚した。当時の俺はそれがとにかく悲しくて、ずっと塞ぎ込んでいた。いい加減立ち直りなさいよ。私が一緒にいてあげるって言ってるでしょ。それでも寂しい時は、アキラのお嫁さんになってあげるから。だから元気出しなさいよ。え？私はアキラのパパとママみたいに離婚とかしないから、ずっと夫婦でいてあげる。それなら寂しくないでしょ。だから文句言わないで学校に行くよ。はるかちゃん。ゆめ。いや、昔の記憶か。なんで今更思い出すかな。アキラ、行ってらっしゃい。行ってきます。俺はアキラ、どこにでもいる平凡な高校生だ。もし一つだけ違うところがあるとしたら、幼馴染が超絶美人ということだ。あ、はるかだ。マジで可愛いよな。なんかまた街でスカウトされたらしいよ。私もあんな顔に生まれてみたかったな。対する俺は見ての通り陰キャである。昔はよく二人で遊んでたのに、すっかり疎遠になっちまったな。ま、学園のマドンナと陰キャじゃ釣り合うわけもないし。やっぱ可愛いな、あいつ。マジで美人っていうか、俺がもう少しイケメンだったら付き合えたりとか。無理か。という感じで俺の初恋はひっそり幕を閉じたわけだが、それとは別に、俺には入学当初から気になっている人物がいた。3年の葵先輩、うちの学校の生徒会長だ。才色兼備の大人の女性って感じで、男子にもすこぶる人気があるのだが。姉ちゃんに似てるんだよな。俺の家は小さい頃に両親が離婚し、母が姉を、父が俺を引き取っている。それ以降姉とは会っていない。そのはずだったのだが、考えれば考えるほど姉ちゃんとしか思えなくなってくる。名前も葵だし、なんとか確かめられないだろうか。そう思った俺は、真偽を確かめるため連絡先を書いた手紙を渡すことにした。翌日。何書いてるの？ラブレター？はるか、なんだっていいだろ別に。なんで動揺してるわけ？もしかして本当にラブレター？違うって言ってんだろ。そもそも俺が好きなのはお前だっての。でもさすがに手紙は古すぎじゃない？私だったらちゃんと会って思いを伝えてほしいかも。お前の意見なんて聞いてねえよ。はいはい。ま、あんたに彼女なんかできないと思うけど、どうせ玉砕してブルーになるだけなんだから、告白なんてやめたらいいのに。だからラブレターじゃないって。あ、そうだ、はるか。何？どうかした？この手紙、葵先輩に渡してくれないか？なんで？お前、生徒会に入ってるだろ。なら生徒会長の葵先輩とも仲いいんじゃないかと思って。まあ、知り合いではあるけど。ダメか？ダメとは言ってない。渡せばいいんでしょ。ほら貸しなさい。おい、どこ行くんだよ。トイレ。待って待って待って、アキラって葵先輩が好きだったの？そんなの聞いてないんだけど。最近あまり話しかけてこないから変だとは思ってたけど、私って幼馴染がいながらなんで別の女なんかに行くのよ。てか、あんな年上のどこがいいわけ？大人の色気なら私だって負けてないわよね。って何やってんの私。キャッ！あ、ごめんなさい。おい先輩、怪我は？うわ、すごい弾力。はるかさん？その、ごめんなさい。先輩はどうしてここに？1年生にちょっと気になる男の子がいて、はるかさんはその、あきらくんと仲がいいのよね。え？なんで急にあきらの名前が出てくるの？まあ、幼馴染なので、一応知り合いですけど。彼と話してみたいから、紹介してほしいんだけど、ダメかしら。まさかの相思相愛。あきら、こんな美人の生徒会長に見初められるだなんて、あんた前世でどんな徳を積んだの？実はその、偶然あきらから葵先輩宛ての手紙を預かってまして。本当？あきらったら。はるかさん、ありがとう。いえ、私は別に。
何これ、私失恋するの？無事に連絡先も渡せたし、返事来るといいな。授業が終わった俺はいつものように家に帰ろうとして、こんなところで会うなんて偶然ね。そうだな、じゃあまた。ちょっと待って。え、なんで？帰る方向が同じだから。だからその、今日は一緒にか…か？並んで歩くわよ。どうしても一緒に帰ろうとは言いたくなかったんだな。さっきのは何だったんだ？一緒に帰ったことなんてずっとなかったのに、不気味というか。でも懐かしくて楽しかったな。それ以降も遥は断るごとにお礼話しかけてくるようになった。おい、毎日校門のところで俺を待つようになったり、時にはお弁当を作ってきたり。すごい土砂降りだな。アキラ、その傘持ってる？もしかして忘れたのか？うん。一緒に入るか？いいの？俺は構わないけど、ただ…ただ？俺の傘に入るといろいろ誤解されたりしそうだが、大丈夫か？それは大丈夫、全然気にならない。そっか。じゃあ帰るか。うん。狭くない？私は大丈夫、全然濡れてないし。ああ、俺は別に平気だから。そんなわけないでしょ、風邪ひいたらどうするのよ。いや、これくらいで風邪なんかひかないって。それより遥が濡れる方が俺は嫌だし。え？これくらい近づけば二人とも濡れないから。いや、でも別に幼馴染なんだし、これくらい普通でしょ。普通ってお前。それに小学生の頃は一緒にお風呂とか入ってたし。な、お前それは言っちゃダメだろ。だって事実だし。あ、虹。あ、綺麗。でも雨止んじゃったね。なんで残念そうなんだよ、止んだ方がいいだろ。そう言いかけた瞬間、遥の体温が俺の腕から離れていることに気がついて。アキラは雨止んだ方が良かった？それとも遥、俺、私先家に帰ってるね。なんなんだよ一体。お、葵先輩からだ。連絡先を書いた手紙を渡した後、俺と葵先輩は密かにチャットでのやり取りを続けていた。結論から言うと、彼女はやはり俺の姉で、兄弟久々の再会となったわけだが、学校では未だにそのことを秘密にしている。やっほー、弟よ、元気かい？元気だよ。葵先輩は？もちろん元気だよ。内容的にもみんなに説明するのはめんどくさそうだしな。今週の土日、二人でお茶でもしない？久々の再会だもの、お姉ちゃんもっと近くで弟の顔を見たいなーなんてね。うわ、おしとやかな生徒会長らしからぬ文面。そして休日、俺は姉と会うため町へ来ていた。誰かに見つかって変な噂とか立ったら面倒だし。アキラ、こっちこっち。隠す気ゼロかよ。久しぶりね、アキラ。そうだな、てか姉ちゃんだいぶ見た目変わったよな。そうかしら。それを言うならアキラも随分と大人っぽくなったんじゃない？ほら、背なんかも私よりこんなに伸びちゃって。恥ずかしいからやめろって。昔はよく一緒にお風呂とか入ってたじゃない。そのセリフ流行ってるの？直近でも別の人から聞いた気がするんですけど。長らく会っていなかったのに、俺たちは不思議なほどすんなり打ち解けることができた。アキラ、お姉ちゃんと手つなごっか。子供扱いすんなよ。つか、学校の奴らが見てたらやばいだろ。あ、はるか。あれ、なんでだろう。ごめん、私もう行くね。あ、おい、すいません葵先輩、ここで解散しましょう。お願いだから放っておいて。いや、これはさすがに放っておけないって。本当に気にしなくていいから。私が勝手に片思いしてただけだし。なんかごめんね、二人の邪魔しちゃってさ。一緒に帰ったりとかして迷惑だったよね。アキラは先輩のことが好きなのに、バカだから私、どうしても諦められなくて。でも安心して、私ちゃんと身を引くから。
え、はるか違うんだ、葵先輩は。やめて、聞きたくない。え、私、姉。え、アキラの姉、ほら、小さい頃、覚えてない？やめて、聞きたくない。というか、恥ずかしすぎる。よかったわね、アキラ、両思いで。え、なんで言うんだよ。じゃ、邪魔者は消えるから、あとは二人で頑張って。あ、おい。もし遥かが良ければなんだけど、俺とその、私は問題ない。本当に？じゃあよろしく。待って。え、何？その、ちゃんと言ってほしい、アキラの気持ちを。わかった。遥か、俺の恋人になってくれますか？こちらこそ、よろしくお願いします。こうして俺の幼馴染は俺の大切な恋人になった。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。